ということで、今年も来ました。世界最大規模のアニメイベント、アニメジャパン。こちらが3月23日から24日の2日間開催されています。今回このイベントでアニメ化情報や新情報がたくさん発表されていますので、こちらのアニメジャパンでアニメ化が決まった作品から新情報の発表あった作品など、すべてまとめて紹介していきたいと思います。それでは本編です。まずは2024年夏アニメから、推しの子第2期、2024年7月放送決定。いや、推しの子第2期、夏です。今回新しいビジュアルと新キャストが発表されました。新キャストの方こちらというところで、個人的には姫川が内山聖輝さんというところで、いやこれ本当に抜擢なんじゃないかなと思います。推しの子2期の内容は 2.5 次元舞台編ということで、まあ、個人的にも 2.5 次元舞台編はかなり好きなんで、いや今年アニメで明るいのがすごく楽しみです。デリコズナアサリ、2024年7月放送決定。こちら演劇作品のトランプシーズンの新たな展開として、このデリコズナアサリが完全新作アニメとして描かれる形となっています。まあ、あまりこちら詳しくは知らない作品ですが、PV などもすごく印象的だったんで、こちら夏放送決定ということで楽しみにしています。アトリ、2024年7月放送決定。アトリ夏に放送決定ということで、いや、この作品はすごくね、夏にマッチしてるんじゃないかなと思うんで、いや、これも夏アニメの期待作ですね。このアトリっていうコンテンツは、2019年に始まったアニプレアニプレックス初のノベルゲームブランドアニプレックスエグゼの第1弾のタイトルで、今回それのアニメ化が夏に放送決定したという流れになります。まあ、今の時代ノベルゲームのアニメ化っていうのもかなり少ないんで、まあ、すごく期待してる方もいるんじゃないかなと思います。いや、これも夏放送ということで楽しみです。君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦シーズン2、2024年7月放送決定。君戦第2期も夏放送ということで、いやー超楽しみですね。今回それに合わせてエンディング映像と新キャラクターキャスト情報が解禁されました。まあ、君戦は1期がかなり好きだったんで、いやこちら第2期楽しみにしていましたが、今回公開されたエンディング映像など情報を見るとね、いやまた2期もすごくね楽しみになってきました。ナナレハナレ、2024年7月放送決定。こちらアニメーション制作会社 PAYBACKS と DMM が共同で展開するオリジナルアニメとなっています。まあ、今回そちらが7月放送決定ということで、こちら夏の期待のオリジナル枠として、まあ、すごく注目できそうな作品かなと思います。逃げ上手の赤君、2024年7月放送決定。こちら今回 PV も公開されましたが、かなりクオリティも高めで、こちら夏のジャンプ初のアニメ化作品ということで期待してます。アニメーション制作会社はクローバークスになります。では続きまして、2024年秋アニメこちら見ていきましょう。リゼロ第3期2024年秋放送決定。いやー、リゼロ第3期秋放送です。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。いや、リゼロは1期が2016年に放送されて、2期は分割2クールで2021年に後半クールが放送されていて、今回2期放送から3年越しで3期が放送されるということで、いやー、これはもうめちゃくちゃ楽しみですね。嬉しいです。今回メイン PV 第1弾が公開されたんですけど、その内容が2分超えの映像となっていまして、いやもう見どころ満載でですね、いやほんとテンションぶち上がってしまいましたね。こちらね、原作の方を読んでる方はご存知かなと思いますが、リゾロ3期で明かれる原作5章は一番盛り上がるところと言っても過言じゃないんですよね。なのでかなり楽しみにしてますし、今のリゼロのアニメは原作を2章分を2クールでアニメ化してきたんで、まあ、今回もおそらく分割2クールとかでね、5章と6章焼かれるんじゃないかなと思いますが、まあ、ただ5章が原作16巻から20巻の内容なんで、この5章っていうのがすごくね、アニメ原作ともに一番盛り上がるとかんで、まあ、この内容をじっくり2クールでアニメ化してくれるんじゃないかなと期待しています。まあ、ちょっとね、アニメの放送形態はまだ決まっていませんが、まあ、こちら続報を楽しみにしていきましょう。ソードアートオンライン、オルタナティブ歓迎のライン第2期、2024年10月放送決定。いや、 GGO も秋ということで、めちゃくちゃ楽しみです。いや、このオルタナティブ歓迎のラインは2018年7月に1期が放送された作品で、第1期かなり面白くて第2期も期待していましたが、いやこちら6年越しで2期が放送されるということで、いや待望の続編というところですね。超楽しみです。魔王2099、2024年秋放送決定。魔王2099は原作ライトノベルの作品で、第33回ファンタジア大賞大賞を受賞した作品のアニメ化で、この作品のジャンルとしては魔王が未来の世界に転生するところから始まるサイバーパンクが未来で展開されていくサイバーパンクファンタジー、そういった作品です。まあ、こちらアニメとしては今話したサイバーパンクの世界観から圧巻の戦闘作画で見せてくれる、そんなアニメーションに期待したいですね。まあ、今回ティザー PV は公開されましたが、映像自体は一部でしたが、すごくね楽しみになってきました。こちら制作会社 JC スタッフとなっています。トリリオンゲーム、2024年10月放送決定。トリリオンゲームはテレビドラマ化もしている作品で、正反対の性格の2人がゼロから起用し、この世の全てを手にできるほどの金額1兆ドルの獲得を目指す、その姿を描いた破天荒な起用ストーリーとなっています。まあ、こちら今回第1弾 PV も公開されましたが、いやこれはかなり面白そうで楽しみです。夏目友人帳第7期、2024
2024年10月放送決定。いや、夏目友人帳も秋ということで、めちゃくちゃ楽しみです。こちら約7年ぶりの新シリーズ第7期ということで、今回ティザービジュアルと最新化と焼かれた PV の方が公開されましたが、いやもうほんと最高でしたし、個人的に夏目友人帳はめちゃくちゃ思い出のあるすごく好きな作品で、いや放送かなり楽しみにしています。ありふれた職業で世界最強シーズン3、2024年10月放送決定。ありふれたは2019年7月に1期、2022年1月に2期を放送されていましたが、今回待望の3期が2024年秋に放送決定ということで、いやありふれもついに3期ということで楽しみですね。まあ、今回こちら3期のキービジュアルが公開されてますが、まあ、この意を決した顔つきの視野を中心に、はじめとゆえも焼かれて、この背景には月明かりに照らされた不穏な城がね、焼かれているということで、いやもうこれは楽しみすぎますね。青の箱、2024年10月放送決定。青の箱も秋放送です。今回ティザー PV 第2弾と追加キャストの発表がありました。まあ、新しい PV の方もですね、大輝とチャンス先輩の青春が詰まりに詰まった、そんな様子がですね、描いていて、もう最高でしたね。まあ、新キャストの方もかなりいいキャスティングがあったんで、いや、これは超期待してます。青のエクソシスト、雪の果て編、2024年10月放送決定。今期放送中のあゆく、最初は放送後に続編の決定があったというところで、今回続報がアニメジャパンで発表されましたが、こちら実質分割にクールの放送というところで、いやかなりテンポ早めで続編が見れるんで、すごく楽しみです。亀の橋ロンの禁断推理、セカンドシーズン、2024年10月放送決定。物語シーズンの新作、オーシーズンモンスターシーズン。こちらの第1話が、2024年に展開されることが決定。こちら物語シーズン、オーシーズンの第1弾、オルカ物語、第1話が2024年に展開されるということで、今回ティザー PV を公開されました。いや、物語シーズンも今年見られるということで、めちゃくちゃ楽しみです。それと今回第2弾キービジュアル、こちらも公開されましたが、これは原作を読んでる方ならわかると思いますが、あのキャラクターが映っています。いや、これはもう楽しみでしかないです。劇場総集編、ボッツァロック、前編が6月7日公開、後編が8月9日公開。それと今回本予告の公開がありまして、今回新曲の前編オープニング主題歌、こちらが決定しました。楽曲の方は月並みに輝け、こちらの楽曲となっています。こちら本予告の方で楽曲が流れましたが、もうたまらなく良かったですね。これは劇場に行く理由が皆さんできたんじゃないでしょうか。そしてオープニング映像の方が新規アニメーションにて制作決定ということで、こちらアニメでよくある本編の焼き回しを劇場総集編として描く形ではなく、かなり新しいものがですね、劇場版で見合うと思うんで、これはぜひとも劇場でね、見るべきなんじゃないでしょうか。こちらも超楽しみです。バキとケンガンシラのコラボアニメ、ハンマーバキ VS ケンガンシラ、2024年6月6日制作決定。この2つの格闘漫画の最高峰がついに本格的に交わるということで、いやこれやばすぎるでしょ。こちらネットフリ独占配信ということで、6月6日に公開が決まってます。コールギャス奪還のロゼ、こちら全4幕の上映スケジュールが発表されました。上映スケジュールの方こちらとなっています。ドドン。今回こちらディズニープラススターにて6月下旬より独占配信が決まっています。あして今回主題歌とキャスト設定、キービジュアルやストーリーなど様々な情報が出ましたが、いやこちらもコールギャスファンであればぜひとね見てみたい、そんなコールギャスシリーズの新作アニメーションということで、かなり楽しみにしてます。では続きまして、来年の2025年アニメの方を紹介していきましょう。ストライドユーティリティ、2025年放送決定。ターキー、2025年放送決定。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。第2期、2025年放送決定。クセラの独り言、第2期、2025年放送決定。あと放送時期見てですが、アニメ化が決まった作品を紹介していきます。また聖兵のスレーブ、第2期制作決定。ナーツの滞在、黙示録の抑止、第2期制作決定。というわけで今回はアニメジャパン2024で発表されたアニメ化情報をまとめて紹介してきました。いや今回大量にアニメ化発表されたわけですが、2024年夏秋の作品と来年以降の作品もね、すごく楽しみになってきましたね。今回アニメ化が決まって嬉しかった作品や、皆さんも気になった作品などたくさんあると思いますので、ぜひともコメント欄に教えてください。これだけはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回もご視聴、バイバイ。